WPMF 日本スーパーフライ級王座決定戦。現在ノリに乗る2冠王が3本目のベルトに狙いを定めた。 M1 スーパーフライ級王者、 J ネットワークスーパーフライ級王者、トーマ。ランキングとか入ってから試合に対する取り組みとか、前ちょっと遊んでたりしてて不接してる部分もあったんですけど、今はしっかりしてちゃんと切り替えられるようになったんで、本当に試合集中してやるっていうことが、練習もしっかりやるっていうのが今そういう結果が出てると思います。真面目に練習を始めた途端、ここ半年で2本のベルトを奪取したイケイケファイター。このタイプは試合の方も調子に乗ると止まらない。パンチのラッシュで相手のガードもろとも叩き壊す。今ちょうど本当に調子に乗って勢いがあるんで、自分それでまあ次も勝って3本目負けたいですね。それでもいい感じなんで、勢いが見た目だけじゃなく、もう全部久保から喋り方とか全部チャラチャラしてるので、そこはきっちり大人の自分がきっちりさせようかなと思います。チャラは嫌いです。王座を争うのはリベンジに燃えるこの男、元 J ネットワークスーパーフライ級王者、ウエンツ周一。見た目の華麗さからは想像できない確実なテクニックを武器に、この階級のトップに君臨。昨年8月、J ネットの王座を奪われたのは今日の対戦相手、トーマ。もう自分が全然動けてなかったので、もう自分がダメだったと思います。トーマ選手、再戦になりますがきっちりリベンジで終わってもらいます。絶対 KO になります。大盛りしたんですよ顔。 WPMF 日本スーパーフライ級王座決定戦、トーマ VS ウエンツ周一。